おめでとうございます。おめでとうございます。はい、やりました、ね。今日優勝決めました。はい。ね、京セラドームで。はい。ソフトバンクがもうリーグ優勝4年ぶり20度目ということで、はい、優勝決まりました。はい。はい、まあ今日大阪でね、うん、まあシチュエーションとすれば、うん、日本ハムが負けても、うん、まあ優勝が決まったんだけども、はい、今日勝ってね、うん優勝を決めました。はい。うん、やっぱりね、勝って優勝がね、まあそうだね、皆さん選手もファンもみんなそれがやっぱ気持ちいいですよね。ただね、うん、正直言うと、はい、30秒前に日本ハムが負けてたんだよね、うん、そのね正確に言うと大体ね、もうちょっと伸びてあればよかったかな。まあまあそうだね。でもまあ、 20度目の優勝ということで、はいはい、優勝を決めました。はい、ね、ちなみに今日はね、オリックスと、はい、9対4で勝ちましたね。まあ、そうだね、うん、まあ、いきなり初回にね1点取って、うん、まあ、すぐ逆転されて、はい、あ、これどうなるかなと思ってたけども、うん、ただここで逆転したら、もう一回逆転し直したら、はい、そのまま行くなっていうのは思ってたね。なるほど。まあ、なぜかというとやっぱこう、うん、そういう勢いがまあ優勝に、導くだろうなっていうふうにも思ってたし、うん、まあオリックスの方は、うん、まあ、最近状態的には良くないしね、うん、だから、まあ、逆転されると、まあ、だん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 諦める気持ちがね、うん強くなってくるかなっていうふうには思って見てたけども、なるほど、まあ、見事最後ヘルナンデスが、はい三者三振ということでね、うん見事に胴上げ投手になったというね。まあしかしね、今年ね春先からやっぱり強かったね。そこ書いてますけど、そう独走167日間って、はい、まあ、一人旅、そうだね、ずっとトップにいて、ね、まあ、即転倒も早かったですけど、まあ、多かったしね。そうそう、なかなかね、今日ね、国保監督の勝利監督インタビューをね、うん、優勝監督インタビューを、うん、まあ聞いてたんだけども、うん、やっぱりこう京セラでね開幕をして、うんうんうん今日優勝した場所と同じところで、はい、でオリックスが3連覇をしてた、うん、挑戦者ということで、まあ、望んだシーズンなんだけども、うん、まあ途中から一人旅になったと、はい、167日間というね、はいはい、もうみんながもう春先に、あ、これはもうソフトバンク優勝だと、うん、もうほっとけとね、こんなもう独走になっていくぞって、まあ、確かに独走になっていった。ただ独走になってらなってただけに、挑戦者ということで目標をオリックスに定めてね、うん、オリックスにこの野球で通用するのかということで始まった開幕からすぐ独走状態になり、なんかこうどこに向かっていいのかっていう、これはね監督としてねやっぱり緩めちゃいけないし難しかったと思うよ。こんだけ独走になっても難しいんでしょうか。逆に難しかったと思うよ。ただ目標はオリックスだぞ、オリックスに絶対勝たなきゃいけないんだよっていうような話から、うんすぐ独走になっちゃったから、うん、だからすごく難しかったと思うな、うん、それはそれでね、まあ、国保監督就任1年目っていうこともありますしね。そうだね、それで、まあ、就任1年目ということで、うん新人監督が優勝するのは21度目、うんはいね、通算でね、うんまあ、割と多いなっていうような感じはするんだけども、なんかすごいですよね、そう考えるとね、うん、でまあ優勝した際に国保監督がね、うん、8度、うん宙に舞い、うん、その後孫オーナーが、はいはいね、6度舞うというね、はいはい、でその孫さんが、うん、やっぱねこの人は圧倒的に勝てと、はい、ただの優勝ただの1位じゃダメなんだと、圧倒的にね差をつけて勝ちなさいみたいな、うん、そういうことをね自分の会社でも言うらしいね、はいはい、圧倒的な位置を取らなきゃいけないんだという。だからね、まあそういうことはやっぱ国保監督も知ってただろうし、はい、やっぱ難まあ圧倒的には勝ちはしたんだけどもね、ただやっぱこの優勝っていうのはまあ意外と簡単だったかもわからないけども、はためから見てたらね、うん、やっぱ中で指揮する、うん緩めないでいく、うん、そういったことっていうのは俺は大変な作業だったんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うよ、ね、で、まあ、今年ピッチャー陣から言うと、はい、モイネロを先発にしてね、うん中津陣が手薄かなって思ったら、つもりとかね前半ものすごいいい活躍をしてくれたりだとか、うんまあ、オスナがいたりとかねいろいろしてくれてもう盤石の状態、ねね、でも途中から
オスナがいなくなりとか、うん、なんかこう中継ぎ陣抑えの方面がちょっと手薄になるとか、まあ やりくりはねすごく大変だったと思うよ ね。それと打線の方、うん、打線の方は山川加入で、はい、じゃあコンちゃんどうするよと。普通であれば WBC でもなんか出塁率があれだけね、うん、いいバッターだし、あの2番とかね、うん、そういうところが本当は適任かなっていうふうに思うけども、うん、やっぱ国語監督は山川の後ろを打たしたよね、うん、やっぱより山川に勝負できるように、でも山川が打てなかった時に近藤が打ってくれるっていう信頼関係があったね、うん、それを春先全部近藤が打ってくれたね、うんうん、まあ山川も春先はね満塁ホームラン2本とか、まあいろいろ派手なね、活躍はしてたけども、はい、でも大半がなんかここ近藤が後ろで支えたなっていうね、うん、まあ感じがしましたよねえ。あまあこの独走になる要因って多分たくさんあったと思うんですけど、うん、まあ、一番っていうと何ですか？ソフトバンクの強さ。いやあのねやっぱチーム力だと思う、うん、であの4軍制まで引いてて、はいはい、うん、俺は4軍制まで必要かなっていうある疑問はあるんだけども、うん、でもファームでファームのゲームに出ること自体も難しいような状態、うん、ね、それで若手がこう、うん、なんとか上に上がろうとしている、で上がってきた時に下でもがいてる、そういう力が上に来てもあの臆することなく出せるというね、うん、だから非常にあの若手も多く、うん、使ったりだとかいろいろ国語監督したけども、うん、大体活躍してたもん ね。もうそういった選手も含めて、はい、ソフトバンク第一線で活躍している育成出身の選手ってすごく多かったりしますよね、うん、いやそうよ、これが多分他のチームにはなかったりしますよね、うん、いやだからねチームの中で相当な競争がある、でファームでは本当に2軍3軍4軍っていればさ、そこからそのファームのゲームに出るっていう人間をピックアップしてくるのもピックアップされるのもなんかすごい大変なことなんだなっていうふうには思うよね、うん、そういうのを聞いてると、まあ、加入してすぐ活躍している、まあ、山川選手であったり、はいはい、まあ、近藤選手であったり、はい、すごいんだなっていうのがより一層際立つね、まあ、まあでもこれはね、うん、山川はもう本当にあの日本を代表するアーティストだし、うんうん、まあ、近藤にだってはまあこれは今となっては日本一のバッターだよ、ね、なんかそれがこう、うん、このソフトバンクに来てさらに際立つというか、うん、なんか拍車をかけてすごい選手になったような気がします、ね、山川はすごく1年目の移籍でね、うん、今年1年目で、うん、やっぱこう必死だったと思うんだよね、はい、だからまあオールスター明けてからちょっと調子をグッと上げたけども、はい、まあ、やっとあそこら辺で馴染んだかなというね、うん、で近藤はね本当に怖いバッターになったね、うん、いやらしいバッターだったんだよね、はい、日本ハムの時は、うんうん、いやだけどねソフトバンク行ってやっぱ勝つにはどうしたらいいのかっていうことも、うん、やっぱみんなから学び、うん、その空気感を怖いバッターに変えてったというね、うん、やっぱ近藤のやっぱこう成長というか、うん、よりまた成長というのもね、まあ非常に際立ったなっていうふうに思う、うん、ただ途中でね忘れちゃいけないのが柳田が、はい、ギータさんね、ギータが故障したんだよ、はい、そうなんですよ、で早々に離脱したんだけどもさ、うん、でもそれを埋めたのが栗原であり周東だったね、うん、で栗原は近藤の後ろを打ってたんだけどもさ、うん、やっぱ誰を3番にするか、ギータの代わりは誰かってね、うん、栗原持ってって、うん、でねまた今年はねやっぱ周東が成長したね、あのバッティングが抜群に良かったのと、うん、それをね 1,2 番を多く組むことがあった今宮、はい、頑張ったね今年はね、うんうん、だからまあみんなの頑張りがそうやった頑張りが集結しないと、まあ、優勝なんてないと思うんだけども、うん、集結した時にはやっぱこれだよね、独走状態に入るよね、これが本当にその柳田選手にしても、うん、まあ、近藤選手にしてもこう怪我で離脱をした後を埋める選手の層の厚さっていうのも
そうだね、ソフトバンクが強いんでしょうか。近藤の穴っていうのはまだ埋まってないような気がするんだよ、うんうん、ただ中村晃がね、はい、やっぱ5番やっぱこう経験者をね持ってきた、うんうんうん、あ当初正木を持ってきたんだけども、はい、最初ね最初ね、うん、まあだけどちょっと正木にプレッシャーがこうかかるかなということで小久保監督がすぐ中村にスイッチしたよね、うん、そしたら中村がまあ割とやっぱりこうね経験者だけに、うんまあ、やってくれるという精神的にはねそう強さあるしねある方がね、うん、いやだからやっぱみんなこう精神的に強いなっていうね、うんまあそんな感じもしたし、うん、やっぱこう立派な優勝だねこれは ね、 ね、うん、こうなってくるとこの離脱の人も含めそうクラブマックスシリーズが気になりますよ、ね、そうだねまあその前に、はいはい、今日ねゴンちゃんが、うん、やっぱね松葉杖で出てきたんだーでギーターはもう2軍戦で、うん、なんかちょこちょこ出てたりだとかするんだけど、うん、これは完全にクライマックスに間に合うかなっていうギータさんはねギータはね、うん、ただコンちゃんが松葉杖かってちょっとがっかりした部分があったなるほどああちょっと大変だなって思っていやだからこれはもう10日間じゃ絶対戻っても来れないし、うん、クライマックスどうなのかなっていうねちょっと心配になった、うん、今日ね松葉杖だとおそらくこうねまだついちゃいけないということだとまあそうだねもしそれをつけるようになってもそっからのリハビリというかリカバリーするのが多分時間ちょっとかかりそうですよね、うん、まあかかるな、うん、まあ自転車ぐらいは漕いでるかもわからないけどもまあちょっとわかんないなそれはな上半身中心なんじゃないでしょうかね、うん、いやだからう、ねうん、だからちょっと心配やね、うんうん、それでね、日本ハムと11勝11敗対戦成績がそれが並んでるだけであとは全部勝ち越してるんだよね、うん、大きくね、うんうん、だからクライマックスでまあ看板のちいちゃん言ったけど今どうですかねっていう、うん、おそらくこのままだと日本ハムがまあ勢い的にもチームの質的にも多分ファイナルステージで、うん10月16日からのファイナルステージで当たるかなって、うん、まあファーストステージも終わってないけど終わってないのに言うのはねちょっとあれかもわかんないけども、うん、まあだけどそうなってくると非常に嫌だよねと思うんですよ、うん、なんかこう圧倒的な強さで優勝を決めたソフトバンク唯一こう弱点ではないけれども、まあ、苦手とは言わないけどねそうそうそうとは言わないにしても、うん、どのチームに比べてもちょっとやっぱり一番嫌なチームなのは日本ハムかなっていうのがあるので、まあね、いろんなアイテムを持ってるんだよねそうでさらにそういったところでね近藤選手などが今出れないってなってくるとちょっとね、うん、っていうのもありますけどあるねそんなことよりもねリーグ優勝はね、まあ、本当にね優勝ねまあ王さんの姿も久しぶりに見たし、うん、なんかすごく嬉しそうだったしねやっぱりね、うん、やっぱり勝者って美しいねうん、やっぱりいい表情してるしさみんな、ね、なんかやり遂げた男の顔ってまあすごく素敵だったな、うん、はいねねっていうようなことでねまあただね、うん、これで日本シリーズが決まってるわけじゃないしねそうなんだよもう一つあって、うん、いやもう一つ山があるからねそう 日本、まあ、日本一までにはあと二つぐらい山があるそうだねまあ国久保監督も言ってたけども、うん、まあ今日はね優勝の要因に浸りますと、うん、ただ明日からはクライマックスに向けての、うんあ練習が始まると、うん、横練習が始まるというような、うんまあ、戦略とか戦術とかねそういうものを考えながらあ、まあ、消化ゲームを戦っていくのかなっていうようなそういうコメントを残してたからね、うん、だからまあ明日からの試合もソフトバンクはどういう戦略戦術を立てて、向かっていくのか、ね、あまあちょっと楽しみやね。ねえ、はいまあ、これからまだ出てくる若手の選手とかもまあいろいろいるんでしょうね、いろいろ、まあ、そういったところにも注目して見ていきたいですよ ね、まあ、ね、まあ、7月にね優勝マジック点灯してから約2ヶ月近くというかね、まあ、そうだね、まあ、9月終盤なのでね、まあ、うん、まあ、国久保監督も言ってたけど9月に入ってちょっともたついたと、うん、あまあそこら辺がね、うん、まあ生みの苦しみかっては言ってたけども、うん、まあだけどちょっと気に入らないところだったのかもわかんないね。まあそんなことは言いつつも何はともあれリーグ優勝ということで素晴らしい結果です。まあまあそれはそうだ、はい、うんうん、まあ
とりあえず、はい、おめでとうございました。はい、この後はですね、うん、あの各チームの、うん、まあ、トピックス的なものをね、まあ 今回ね、まあ、今回はね、うん、まあ、振り返りではなくて、まあ、この直近の試合について、そうだね、うん、はい、俺が感じることを言いますので、はい、まあ、これはちょっと一応下ろしますね。はい、はいはい、はい、これ今日の時点での順位になります。そうだね、はい、はい、今日はね、阪神巨人戦がね2戦あったこの直近の試合なので、ね、はい、そのあたりは別の動画でたっぷりもうね話しておりますが、ね、がっぷり4つですね、この2チームは。で、まあ、マジックが4で残り試合が、6と7、あ、6と5かな、うんうん、まあ、そうなったけども、まだまだ最後までね、下駄を履くまでわからない。だからまあ巨人もよし、これでいけるっていうね、今日の勝ちっていうのは大きく前進しただろうし、でも阪神の方も絶対諦めることはないと思うしね。だからまあこれは別動画で撮ってるんで、まあ見てください。もうシーズン通して両チーム浮き沈みあったりしましたけれども、うん、直接対決の最終戦だったじゃないですか、うん、この2戦が。それでこんな2試合になるってすごいなと思いました、ね。まあ、そうだね、まあ阪神監督がね、当初阪神と五分で渡り合えれば、うん、優勝できるかもわからないとは言ってたよね、うん、だからその通り五分になったんだよ今日で、ね、負け越さなかったんだよ。だからすごいよな、スコアも 1-0-1-0 の試合で、 そうだね、それぞれが1勝ずつで、はい、安打数も一緒でっていう、まあそう、まあ、内容紐解くといろいろあったので、ね、まあいろいろある。またそれはね、別動画をしっかり見ていただければ、はい、よろしいかと思います。まあそうだね、はい。で DeNA、 そうね、今日逆転負け、なんかね、もう日替わりで3-4-3-4をそこ入れ替わったりしてますが、まあそうだね、やっぱり必死な戦い方はねすごく伝わってくるし、うん、ただ東が7回に一気に4点取られる、これは結構ショックやったな、ちょっとねびっくりでしたね、うん、ただね、あ、やっぱこうヤクルトも、うん、まあ、ヤクルトと対戦してたけども、村上が32号ツーラン、うん、まあ、これで逆転されたんだけども、うん、村上が直近の13ゲームで、うん、そのうち9本ホームラン打ってるんだよね、うんうんうん、だからもう絶好調の男と当たってるというね、なんか一度火がつくと止まらないから、ね、まあ止まらんな、もうなんか掴むと、うん、もう半端なく破壊力があるというね、うん、まあ、4位からね、とりあえず 0.5 でも上に行ってるから、うん、ね、それと上茶谷が帰ってきたりだとか、うんうん、ね、中継ぎの補強ができてるんで、うんうん、まあ、ここら辺中継ぎもういっぱいいっぱいだったと思うんだよね、うん、ただそのちょっと余力のあるっていうか元気のある人間が帰ってきてるんで、はい、まあ、ここら辺がちょっと有利に働くといいなっていうふうに思うね、まあ、そうですね、 DeNA はね、はい、うん、で4位の広島、はい、これはねちょっと元気ないですね、元気がない、今日でも3安打かな、うん、今日は2安打ですね、そうだね、うん、で矢野が昨日の試合か、うん、すごかった、22球粘って日本記録を達成するとか本当、ね、もう本当にねひたむきにやってるんだよ、で一生懸命やろうとしてんだよ、うん、ただなんていうの、8回で1点負けてて、うん、ランナーセカンド初期ダイソーで、うん、ね、ライト前を打った、あーホームで刺された、うん、で同点に追いつけなかったとか、まあそういう試合があるんだけども、やっぱ冷静に考えるとワンアウトでいくら初期でもアウトになるタイミングでは走らしちゃいかんな、ちょっと焦りのようなものが出てるんでしょうね、焦りなんだよね、ゲームの端々に、そうだね、でワンアウト一三塁でもよかったの、次秋山だったんだよ、うん、そしたら秋山がなんとかしてくれたと思うんだよね、うん、同点までにまではね、いやだからちょっともったいない試合だったなとか思うのと、うん、やっぱねここら辺はね、今日はね打順を1番の、まあ、3番秋山とか、うん、変えてきたんだよまた、はい、この前まで野間が4番打ってたりだとかしてたんだけど、うん、ここはね一番いい時の打順に戻した方がいい、うん、秋山1番2番野間、うん、まあ、3番小園でもいいよ、4番坂倉とか、うん、もう右左関係なく、うん、もうねこれでもうダメだったらしょうがないぐらいの、もう考え抜いた打順で固定で戦った方が選手は俺は落ち着いて戦えると思うな、うん、やっぱ柔軟性が
ちょっとあだになってる今は。だからこう一周回って元に戻るみたいな、まあ、そうだから開幕のオーダーが、まあ、一番いいっていうふうに通常言われるんだよね、うんうん、やっぱこれはキャンプからずっと見てきてもうこのオーダーで行くって開幕はってそのオーダーみたいな近しきものが広島にあるといいなと思うね。そこにね選手のコンディションがついてきてたらもう抜群なんですよね。うん、で中日、はいね松山、うん、ホールドタイトル39ホールド、うん、ね桐敷と争ってるんだけどもさ、はい、初タイトル、うん、ね取れるように頑張ってほしいなって思うのと、うん、今日松木平、はいはいね、頑張った ね、 勝2勝目、うん、ねちょっと応援してたんだけども、うんこれからも多分松木浦は応援していくと思うけども、うんうん今日勝ったということでね、立ち上がりポンポンと点取られるケースがあったけども、うん、今日はちょっとよく頑張ったなと思ってね、はいはい、でヤクルト、うんまあ、先ほど言ったけど村上のことはね、うんうんまあ、13試合中9本ホームランを放っているという、まあ、その中でタイトル争いサンタナがね、首位打者だし、うん、で長岡が最多安打狙ってるし、うん、そういうモチベーションをね、持ちながらチームに貢献していってほしいなっていうふうに思う ね今のところ本塁打打点は、一応ね差がついてるので2位と岡本選手と、はい、まあただ打点なんて分かんないですかね、まあ、そうだな83点と78点、あまだまだ分かんない、ね、打点はねホームランは32本と26本なんで6本差、この前でも大谷翔平それはちょっと異次元10打点っていうのがあったしね異次元、はいはい、でも異次元を起こせるぐらいの、うん、爆発力がある2人だからさ、まあねねまあ、まだ残り試合数 ね少しあるんで、はい、まだ分かんないですね、はいはいはい、続いてパリーグ、うんまあ、ソフトバンクはねもう優勝しました、はいね、おめでとうおめでとうございま す本当、はい、で日本ハム、うんね、日本ハムはクライマックスシリーズ、はいまでマジック1、うんまあ、あと1つ勝てば3位以内は決定するということでね、うんうんまあ、順位はまだ2位か3位かっていうのは決定するわけではないけども、はい、クライマックスに出場が可能という、はいまあ、その中で加藤がね自身初めての2桁勝利とかちょっと意外でしたけどねちょっと意外だったよね、初めてなんだっていうねまあまあそうだねただやっぱもうあと1つっていうのはほぼクライマックスには出場していくということで、うんちょっと不安定を言っとくと、うん、やっぱ抑えのピッチャーがいなくなった、やっぱ田中正義では使えないちょっと今のところですか、状態では状態では使えないし、まあ、ここをどうするか柳川投手とかもねとかもね、まあ、その精神的にいっぱいいっぱいになってるんじゃない、まあ、このすごくね精神的に来るもんだから、うん、だからクライマックスシリーズになったら先発をね、うん、崩して一人抑えにするのかっていうことをやっぱこうもうあと一つで決まるからねクライマックスシリーズが、うん、だからそこら辺がちょっと課題点になってくると思うからそこら辺を早く決めた方がいいなっていうふうに思うね、うん、で慣らしもしといた方がいいなって思う、うん、なるほど、うん、はい、はい、でロッテ、うん佐々木朗希、はいはいね、9勝目ねえ二桁に王手という初のねそう行きましたねあいやこれはねやっぱぜひともやってもらわなきゃ困るんだけども、うん、ちょっと気になる点は、はい、やっぱ変化球が多いなと思うねまっすぐで空振りが取れなくなってきてるというなるほどまあ相手チーム慣れたのかなっていうまあ節もあるけども、うんまあ、変化球はねさすがの器量を持ってて、はい、ZOZO マリンではね、うん、風の影響もあり、うん、いやだからそこら辺は完璧だけどもまあだけど10勝しても、うん、このままだと、うん地元では地元開催にはならないからね ZOZO マリンは使えないからね、うん、だからそこら辺はもう少しまっすぐの精度を上げとかないとまあ苦しむかなっていうふうに思うね、うん、でロッテと楽天がこう争ってるんだけど、はい、小島、はい、やっぱ楽天に強いなねやっぱあるんでしょうねやっぱある相性あるな、うん、でまた強いってなってくるとそこでちょっと自信的なものもあってねそうそうそう気持ち的にもはい、はい、で楽天、はい、ね岸、うん、9回111球、うん、今日です、はいはい、3安打4三振、うん、1四球無失点という、うん、完封ですすごいよねこれを
やっぱ他の若手のピッチャー見習ってください。39歳、ねえ、ね、いや岸はまあ確かにね、うん、コントロールだとか多彩な変化球だとか、うん、そういうのはあるかもわからないけども、それだけで完封は多分できないからね、うん、やっぱ気持ちの置き方だとか、あーゲームの入り方だとか、そういうのっていうのは若手には本当に勉強になると思うんだよね、うん、まあ、そういうことをすごく勉強してほしいなっていうふうには思います。うんと ね, ね、素晴らしいですね、はい、うん、はい、オリックス、はい、ムックン、ムックンね、投げましたけど打たれてしまいました。ムックの大きい投手 ね, ね、打たれてしまいました。もうムックン、まあまあ今年はね、ちょっとゆっくりして、そうそう、ね、まあ来季に向けてね、うん、調整をしながらの登板だと思うけどもね、はい、残り試合まだ登板があるだろうし、はい、頑張ってください、ね、で山下俊平太、はいはい、やっぱさすがだね、うんうん、やっぱりいいなね、うん、ちょっとね、あの一時期心配した時期もありましたけど、そうだね、だけどそういうピッチャーがだん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 こう揃ってきてるから、うん、まあ来季はね本当にこういうことはないように、ね、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい、で西武、うん、竹内9勝目、これね、ほんとこのねえすごいですよね。まあね、うん、まあ、まあ一時期、うん、日本ハムの金村、小田島と多分争いになってるんだけども、うんうん、竹内が10勝したら、うん、多分文句なしに竹内になってくると思うわ、うん、で防御率がね全体の2位なんだよね今、うんうん、まあそうなってくるとこれ文句なしで竹内に行っちゃうかなっていう風な感じがするよね、ね、今日もちょっと危なかったけどもね、うん、まあでもよく勝ちました。ちょっと一時期ね、はい、勝てない時期があったりして心配もしましたけれども、そうだな、ね、はい、まあでもまあこういったあれですけど最下位のチームでね、うん、こんだけ吸収してるってすごいですよね。まあそうだね、うんうん、で3連戦の振り返り、はい、これからねあんまり3連戦ってないんだ。ないよ、同じチームでね、うん、だからピックアップ動画にするかもわからない、うん、まあ今日の阪神巨人戦みたいに、うん、はいはい、ポイントになる試合取り上げたいカードとかね、そうそうそう、で、うん、そういう風にしていきたいと思います。もうその方が多分見てる方もぼんやりしないかなっていう、うん、そうだね、うん、で多分注目のね、まあ、そうだね、皆さんね、まあ、気になってるね、カード、うん、を重点的に、うん、だから木曜日、うん、日曜日に、うん、上がるとはちょっと限らないっていうことはお伝えしておきます、ね、だからこれからはもうポイントポイントでポーンと上げたりとかするので、うん、まあ上げた時にはこれからも見てください。 ね, ねだからまあ通常月曜日がなくてとかいう風な試合日程だったのも、はい、ちょっとここね連休があったんで月曜日が行われて明日火曜日がパリーグ1試合であったりね、うん、そういった風にちょっとなってくるし、はい、6試合行われる日っていうのもほとんどないんですよね。そうなんだよ、だから週末にねちょこっとあったりするぐらいで、うん、まあ明後日からは巨人がね、うん、5連戦があったりだとか、うん、でもこっから3日間阪神は試合がないとかね、うん、まあそういうことになってきてるんで、はい、だから3連戦をお伝えするってもなんかスッカスカになっちゃうんだよね。そうそう、まあ、それよりはやっぱこう1位と3位の戦いとか、うん、ね、うん、2位と3位の戦いとか、うん、そういうことがあったらちょっとピックアップでねちょっと試合をお伝えしたいなというふうに思ってます、ね、はい、ということでもう10月の7日が最終の試合がこのあってと、はい、いうことでそれまでもね日程試合数バラバラですけれども、はい、もういよいよ佳境、まあ、そうだね。それとまあ優勝が決まれば、うん、もうなくなってしまうかなという、うん、ね、だからまあ一応なんていうのかな3連戦の振り返りちゃんとしたものは、うん、まあ今日で終わりかなという感じがします。そんな気もします。今シーズンね、ね、うん、疲れました。私も勉強あんまり神田おじいちゃんも疲れてます。そうそう、ね、勉強もあんまりしてこなかった豊さんがめちゃめちゃペンを持ってね、そうそうそう、字を書いたのはもう今までの人生で一番多かったんじゃないでしょうか。そうだね、うん、それでこういうのをね書いてるのは看板やちんちゃんってうちの女房ですね。そうそう、お間違いのないように、
そう、疑問がある人はこれですっきりしてください。本当ね、豊さん、はい、字綺麗って言ってもらってよかったです。そうそう、いや俺は嬉しいけど、いや私も嬉しいんだよ、うん、私書いてるけど綺麗って言ってもらえたって思って。まあそうだよな、そうそうだよね、うん、だから速報の時もね、はい、そうだよ、速報の時とか全部書き物は大体看板やちいちゃんつってうちの女房が書いてますので、そうで、家で撮ってる時のこの声も、はい、看板やじいちゃんです。そうだね、うん、疑問を持ってる人はすっきりしたかなって思いますけども、まあこれからも応援よろしくお願いします。本当にお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。